でも絶対連れ戻す。俺がいつかこの葉隠れの火影になる男、渦巻きナルトだ。つまりジライア様はお前に当てて暗号を残した気がするんだ。見た時から気になってることはあっけど、なんで数字ばっかの中に一文字だけカタカナが入ってんのかと思ってさ。どこにそんなもん。ほらここ。どこがだよ。そりゃ数字の9だろ。これってばカタカナのタだってばよ。ナルト、どうしてそう思うの。うん、さくらちゃん、エロ仙人ってばずっと本書いててさ、で俺はずっと一緒に旅してたから手書きのやつを無理やり読まされてたんだよ。で、他の文字が出てきたとき数字の9みたいに見えた。そうか、クセ字ね。きっとそれがジライア様とナルトとの共通の鍵なのよ。なぜうちはの者が暁におる。うちはサスケ、もう随分と前に木の葉の抜け荷になっていたようです。木の葉のほかげはなぜさっさと抜け荷を始末しない。暁は許さんぞ。我が弟を待っておれ。暗号の本物はいないっていうのは、ペインたちの中には本体はいないという意味だったんじゃないでしょうか。影から死体を操るチャクラ信号を創始している者がいるのかもしれません。何が何でもこの里は守る。火影の名にかけて。痛みを感じろ、痛みを考えろ、痛みを受け取れ、痛みを知れ。より世界にいた。探す手間が省けたのは渦巻きナルト。ケリー、つけてやる。
ここに立っているのは私の意志。やめろ。俺が憎いか。だが俺の痛みはお前以上だ。8本目の尾まで封印が解放してしまうと、俺がお前の意識の中に出てくるように封印式に細工しておいたのさ。なるべくはそうなってほしくはなかったが、でも成長した息子に会えるのは少し楽しみでもあったから、イーブンってとこかな。答えは自分で探すんだ。お前の本体のところへ俺を連れてけ。直接話したいことがある。おお、本体に気づいたか。だが話は終わった。今さらお前が何を語っても何も変わらん。影分身の術、ラッセンチューニケン神羅天帝。2発外したな。終わりだ。これだけの影分身を瓦礫に変化させて、うわぁ、答えを持たぬお前ごときが諦めろ。耐えただと、俺が諦めるの。諦めろ。なんでいかん。許せねえ。今にも殺したくて震えが止まらねえ。エロ仙人は本当の意味で理解し合える時代が来るって信じてるって言った。この現実を目の当たりにし、お前は本当にジライア先生のザレ言を信じることができるのか。エロ仙人の弟子だったお前たちがどうしてこうなっちまったのか、話を聞いてそれから答えを出したい。ヤヒコは死んだ。それが二つ目の痛みだ。それから俺はヤヒコに代わりリーダーとなった。俺の話を聞かせてやった。答えを聞こう。エロ仙人は俺のこと信じて託してくれた。なら俺はエロ仙人の信じたことを信じてみる。それが俺の答えだ。だからお前たちは殺さねえ。ふざけるな。本当の平和などありはしないのだ。俺たちが呪われた世界に生きている限りそんなものはありはしない。なら俺がその呪いを解いてやる。俺は諦めねえ。俺に新たな選択肢ができた。諦めていた選択肢が。そこまでしてこの子に。なんだ、何の術だってばよ。里の人々を生き返らせているのよ。この廃棄で俺が辞めた者たちならまだ間に合う。これがせめてもの償いだ。長戸があなたを信じるなら、私はあなたを信じよう。
西から上がるルートがある。見張りも少ない。カリン、見張りのチャクラ位置を常にチェックしておけ。今から潜入する。やれるな獣のように、気配を消せ。目的地は木陰が向かう場所。どんなことかこの先はどうとも絶対にたどり着く。お願いだってばよ。もう復讐で殺し合うようなことしたくねえんだ。サスケは復讐のことばっかだった。それに取り憑かれて変わっちまった。もう誰も復讐に名を犯されたくねえんだ。この葉もクモも殺し合いなんかさせたくねえんだ。わしたちはサスケを始末、その後お前らが踏みとどまれ。けどサクラも僕もみんなはナルトに頼りすぎてる。ナルトのためにも木の葉のためにも僕ら自身が何とかしなきゃダメだ。サスケはサイの言う通りだ。しかまる、俺たちはもうガキじゃねえ。俺たちが暁を止める。そしてサスケを止めるんだ。俺の目的は十尾復活。そして俺は十尾の人中力となり、その力を利用して動力を強大化させ、ある術を発動させ、月に己の目を投影する大現実無限つくよ。地上に存在する全ての人間に現実をかける。そして俺がその現実の中で全てをコントロールし、世界を一つにする。争いもわだかまりもない世界、それが俺の月の目計画。サスケはお前を見ようとはしていない。自ら闇を求めている。ナルト、お前は俺に火影になる男だと言ったな。俺は風影になった。影の名を背負う覚悟を決めたなら、サスケの友としてお前が本当にやるべきことをやれ。今サスケ君を刺せば全てが終わる。やめろサスケ。サクラ！落ちたなサスケ。次から次へと。さくら、お前一人でサスケをやろうとしただろ。そんな重荷をお前が背負うことはないんだよ。シャリンガンってのはな、ウチハの証だ。イタチの真実ってのを聞いた。お前の気持ちはわかるってばよ。親も兄弟もいねえてめえに俺の何がわかる。他人は黙ってろ。俺はお前たちをこの葉の全てを殺す。つながりを断ち切ることこそが浄化、それこそがウチハの最高だ。ナルト、さくら、これ以上ここにいれば見たくないものを見ることになる。今のうちに行け。カカシ先生、それってはサスケを殺すってことか。行け。待て、ナルト。ナッセンカンシドリ。どうしてそこまで俺にこだわる。友達だからだ。仲間一人救えねえやつが
おかげになんかなれっかよ。いつもありがとう。私はまだ第七班みんなで笑い合える先を諦めないでいられる。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だってばよ。俺がいつかこの葉隠れの火影になる男、渦巻きナルトだ。